はい、皆様おはようございます。ただいまから10月定例記者会見始めます。本日の発表事項要件一括して市長からご説明をいたします。おはようございます。私の方から発表させていただきますが、その前にですね、新型コロナウイルスの感染症患者の発生に関して皆様にご報告をさせていただきたいと思います。昨日、県の方で、本市31例目、県では370例目の、30代男性の、感染が確認されたことを、発表されました。で、その関連でですね、今日また県の方でもあと発表いただくことになると思いますが、この方の、濃厚接触の、検査の関連で、本市32例目、の60代女性の方の感染が確認されましたので、発表させていただきます。で、まずざっとご説明しますと、31例目の方はですね、症状のところを見ていただければお分かりのご覧の通り、18日の日曜日におかんが出て、そして19日発熱し、医療機関を受診検体の採取、そして、20日に PCR 検査の結果、陽性が判明したというものであります。で、軽症で、現在入院中、行動歴は2週間以内に、業務上の県外滞在歴があるというものであります。そして、この、濃厚接触者等の検査の関係で、32例目60代女性の、感染が確認されたわけですが、こちらの方はですね、19、20と出勤し、症状なくて、21も、同様ではあったわけですが、31例目の、濃厚接触者として、検査を行って、陽性が判明されたということであります。症状はありませんが、すでに、入院をいただいております。詳細な、行動歴は、調査中ということであります。実はこのお二人、利用者の方から、発表がすでに、公表がなされているようでありますが、市内における、旅館の役員であります。で、お二人ともですね、役員ということもあって、接客業、お客さんとの、つながりは ありません。もっぱら、内部の、業務に従事をしていたということでありまして、私どもとしてはですね、今、GoTo キャンペーンで人の動きが活性化して、全国からお客さんが見られていますが、お客さんから移ったとか、そういったようなことではなくて、31例目の方の行動歴をご覧いただければお分かりの通り、実はこの県外でのですね、滞在の、中で、感染したのではないかな、これが有力だろうということで我々見ております。そして、32例目の女性の方は、この31例目の、男性の、非常に一番身近な、ところで、一緒にいることの多い、方でありまして、32例目の方はその31例目から、感染したというふうに考えております。で、いずれもですね、先ほど申し上げましたように、接客業務はやっておりませんので、これらの方から、お客様の方に、感染するということはまずないだろうというふうに考えております。で、我々としてはですね、まず31例目の方が判明した時点で、その方が、の濃厚接触者及び濃厚接触にはならないけれども、比較的、接触する機会の多かった方、合計、17名、検査をいたしました。そのうち、一番近かった方が陽性ということになりますが、その他の方は陰性ということであります。で、基本的にその、以外の、従業員の方も、今最初に検査した方よりは接触が非常に薄い状況ではありますが、
保健所としては、念のため、従業員全員に、検査を、する予定でございます。で、こうしたことが判明したか、状況の中でですね、こちらに宿泊予定のお客様に関しては、すでに市内の他の旅館の方に、移っていただくような、そのような、段取りを、されておりますし、それから、今回、こうやってお二人出られたということで、本日から、11月の6日まで、臨時休業をすると、このように、伺っております。感染の関係は、以上であります。それから、続いて発表事項に移らせていただきます。で、最初はですね、高齢者、障害、の、あの者の、施設、それから接客を伴う、飲食店の、従事者を対象にいたしまして、新型コロナウイルス検査相談を実施するというものであります。ちょっと今の発表のすぐ後なので、この感染があったからこれを実施するのかというと、これはもうむしろちょっとこの冬のですね、その検査体制の強化という観点で我々考えておりまして、直接的には関係はありませんが、こういったものを実施するというものであります。で、やはり県内の方ではかなり、接客を伴う飲食店などでクラスターが発生しておりますし、それからやはり施設関係はですね、全国的にクラスターが発生しております。その点では我々として重点的に留意すべきなのはこういった方々だろうということで、新型コロナの検査相談を実施をして、そして必要とな判断された場合は無料で PCR 検査を行うというものであります。実は、高齢者と障害者の福祉施設に関しましては、もうすでに一度こういうことを実施したわけですが、していたのですが、この冬場を前にですね、こういったことを実施をして、より、慎重にこの検査、感染防止を図っていこうというものであります。対象はご覧のように、市内の、高齢者関係の施設、それから障害者関係の施設、それから接客を伴う飲食店の従業員の方ということでありまして、丸1丸に合わせるとですね、大体900施設が対象になります。丸3の方はちょっと我々もなかなか数自体はつかみきれておりません。実施期間はですね、今週の金曜日23日から、本年度いっぱいということであります。で、相談の方法はですね、一つは電話相談で、午後1時から4時まで、ご覧の電話番号の方に、おかけいただければ。で、また一方でですね、こういった時間なかなか、電話しづらいんだという方もいらっしゃると思います。で、そのために、簡単申請による、申し込みもしていただけるようにしておりまして、そして申請いただければですね、こちらの方からお電話をお返しをして、そして、相手の都合のいい時にまたご相談をさせていただくということであります。で、なおですね、4番にあるように発熱や、風邪症状のある方、こちらの方は、その症状に伴う治療とか投薬が必要な場合もありますので、かかりつけのお医者さん、あるいは別の医療機関の方に発熱がある場合は、発熱外来などにですね、ご相談をいただければというふうに考えております。で、次に移ります。2つ目であります。エールクーポンの追加発売についてのお知らせです。ちょっと資料には出てないかもしれませんが、エールクーポンのですね、9月末現在の引き換え状況は、68.2% となっております。そして、これまでに使われた額はですね、発行予定総額の、52% が、使用されているという状況にあります。
まあ、ちなみに具体的な数で申し上げますと、エールクーポンの購入数は、18万8000人の方に購入いただいて、そして、使用された金額は18億7000万円という状況になっております。まあ、加盟数、点数といいますか、使えるお店がですね、1700を超えるということで、非常に使いやすくしておりますので、そういった面で、まあ、これまでのこうした施策よりはですね、かなり引き換え率が高くなっているものというふうに受け止めております。で、引き換えの期限はですね、12月の15日までというふうになっておりますので、まだの方はですね、ぜひ早めにお引き換えをいただきたいというふうに考えております。しかし一方でですね、まあ、これもこれまでの状況なども考えて、あるいは最近の引き換え状況なども踏まえますとですね、やっぱり一定の残りが出てくるだろうというふうに見ております。で、この仕組みはですね、基本的に市民生活を応援しようという趣旨で始めたんですが、一方で経済活性化の役割も担っておりますので、まあ引き換えがなくてそのまま終わらせるというのではなくて、余る見込みの引き換えされてない残りの分をですね、市民の皆さんに、販売しようということで、まあ、今回お知らせをするものであります。で、まあ、最終的に今現在ですね、 77% ぐらいはいくんじゃないかと思っておりまして、まあ、大体6万5千セットですね、まあ、追加販売をしようかというふうに考えております。まあ、最終的には、確定してからですね、最後の調整をしますので、まあ、その点では引き換えられた数によってこの数が変わってまいりますが、まあ、大体6万5000ぐらいかなと見込んでおります。そして、この年末の、商戦なども活発する時期になりますので、まあ、できる限りそういった、年末商戦にも間に合わせたいということで、1時と2時に分けて、販売をさせていただきたいというふうに思っております。で、3番にあるようにですね、まずは最初に引き換え券をまたお申し込みいただいたら、まあ、抽選で、多い場合は抽選で市の方から引き換え券を発送しますが、最初は11月25日を予定して、そして、20に関しては12月15日に全体が判明しますので、12月19日を予定をいたしております。で、申し込みができる方はですね、まあ、これまでは、まあ、本市に住民票を置いてある方を対象にしておりましたが、まあ、今回は、本市に居住をしている方、まあ、当然中にはですね、市内に避難されている方も、含みます。それから、市内で勤務している方、さらに、市内で通学している方、こちらもお申し込みが、可能です。で、申し込みのセット数はですね、お一人1回のお申し込み限定させていただきます。まあ、重複してお申し込んでいただいた場合はそれは無効になりますので、ご注意いただきたいと思いますが、お一人1回の申し込みで、1セットから3セット、申し込むことが可能です。まあ、ご自身の、使いたい、利用したい、額に応じてお申し込みいただければというふうに思います。まあ、なお1セットは、L クーポン1万円でありまして、1万円で1万3000円分のクーポンがつきます。で、申し込み方法なんですけども、一時の方はですね、やっぱり抽選などの事務を考えると、はがきでやる場合はですね、ものすごくこれ手間かかります。その点、オンラインでやっていただければ、自動的に例えばエクセルに一覧って出てまいりますので、我々としてすぐに対応できます。まあ、このために、一時募集に関しては、11月2日から11月の15日まで、オンラインで申し込みいただきたいというふうに思います。それから二次募集に関しましては、11月16日から12月4日で、オンラインと、あるいは郵送、どちらでも、結構であります。なおですね、一次募集で漏れた、もし上回ってですね、漏れた方については二次募集にも、登録されたという形で抽選をさせていただきますので、まあ、その点では、一時募集で申し込んでいただければですね、一応チャンスが2回になるような仕組みになっております。まあ、なお郵送もですね、ここからここまでと言ってますが、まあ
まあ、あくまでも我々の政治上こうしているものでありまして、まあ、その前にですね、郵送でハガキでもお執行いただいても我々としてはもう受付をさせていただきます。送り先とかですね、そういったものはご覧の通りであります。で、まあ、一次募集は3万セット、で二次募集は、まあ、最終調整になりますが、大体3万5千セットということでありまして、クーポンの、使用期限は、来年の2月末までというふうに出しております。2点目は以上であります。3点目です。福島の魅力発信インスタグラム、福島デイズスタッフで、京都協力フォトグラファーの募集も、させていただきます。このコロナの、影響でですね、まあ、いわゆる田舎暮らし、あるいは地方移転というのが、非常に、関心が高まってまいりました。まあ、このために、一昨日、開きました緊急会議でも、オフィスのですね、移転に関する、予算を新たな仕組みを可決いただいたわけでありますが、まあ、こういった中でですね、福島で暮らすいいところというか魅力というかですね、そういった実情を写真にして、そしてインスタグラムに、投稿することで、魅惑満載福島の、生活をですね、まあ、感じていただきたいなということで、まあ、今回福島デイズというインスタグラムのですね、アカウントをスタートさせます。で、まあ、これは福島の生活ですから、福島市内だけではなくて、まあ、いわゆる生活圏でいう、福島県域の17市町村を、まあ、対象として、ここの中での、生活の一シーンをですね、写真にして、ハッシュタグ福島デイズというのを、ですね、これをつけて、投稿いただければ、まあ、それが、検索すればざーっと出てまいりますし、で市の方でも福島デイズというアカウントを作って、そして、これをつけて投稿いただいたものの中からですね、素晴らしいものを市 の, とそのアカウントの方に、まあ、移転といいますか再利用させていただいて、そして福島の生活を PR したいなというふうに思っております。そしてこれ自体は誰でもできるんですが、特に、福島デイズのフォトグラファーになっていただける方も募集をいたしておりまして、まあ、18歳以上の方で、このアカウントをですねフォローいただいている方にはぜひ福島生活の、魅力的なワンシーンをですね写真撮っていただいて、まあ、てかいただくということで、まあ、このフォトグラファーに応募いただきたいなというふうに思っております。2点目、3点目は以上であります。これ4点目です。新しい生活様式に対応した文化スポーツイベント開催支援の拡充を行うというものであります。まあ、この市ではですね、まあ、市が有する公共施設で、まあ、文化スポーツイベントを開催していただこうということで、まあ、その下の表のですね対象施設にある丸1から丸5まで、こちらですね、こちらの比較的大きな施設に関しては、まあ、これまで収容人数の中の 50% 以内になることを踏まえまして、収容量を 50% 減免すると、このような措置を取ってまいりました。で、この対象はですね当面10月31までとなっておりましたので、まあ、今回ですねこれを今年度いっぱい、来年の3月31までまず延長いたします。それから現在はですね、特段大騒ぎをするようなイベントでなければ収容人数が 100% でもいいというふうに、規制が緩和されてきております。まあ、このために、収容率の要件もですね、まあ、比較的落ち着いてまいりましたので、100% でもいないであれば OK ということで、50% の制限を取り外しまして 100% 以内という形にさせていただきます。それから、業種別のガイドラインが、まあ、それなりに、整備されておりますので、
業種別のガイドラインに沿って感染防止対策を講じた上で、まあ、今自粛ムードというのがなかなか抜けきれない、文化スポーツイベントの方もですね、実施していただきたいなというふうに考えております。私からは、以上であります。はい、それではただいまの予定の4件になります、質疑応答の方を受け付けたいと思います。挙手のうちですね、こちらから締めさせていただきます。社名、お名前、ご発言の方お願いいたします。こちらよろしくお願いします。挙手します。鹿島テレビさん、お願いします。新型コロナウイルス検査相談についてお伺いしたいんですけれども、はい、この相談電話で受け付けるということで、どういったことを、まあ、その電話された方に聞き取るのか教えていただけますか。はい、ですね、まあ、それは基本的にまず相手が気になることをお話しいただけると思いますので、まあ、そこで、まあ、どういったことが気になるのか、それから、まあ、当然その判断する前提としてどのような行動を、あるいは今どのような症状とかですね、そういったことは当然聞かせていただきます。あるいはどのような行動を取ってきたかとか、まあ、そういったような、周辺環境的なことも行動とか、あと周りがどうかとか、そういったことも、聞かせていただきながら、最終的に、検査が必要かどうかというのも判断していきたいと思います。ただそれに関してはですね、今回こういう相談をやる、わざわざやるわけですから、できる限り幅広に捉えて検査は実施していきたいと考えております。相談は保健所の職員の方が、はい、保健師ですねが行います。こういった専用の優先的に相談窓口を設けたりとか、必要とあればその無料で検査を行うことによって、対象の職員の方や従業員の方にはこうどういうメリットといいますか、どういうことを期待しますか。まあ、やっぱり気になる方が安心して仕事をできますし、それは最終的には従業員だけではなくて、その利用者の方にもつながっていくんだろうと思いますね。はい、それからまあ全体的にやっぱり、検査をすることが安心だけじゃなくて、もし万が一、感染された場合はですね、いわゆるクラスターの発生などが未然に防止できるというメリットがあると思います。よろしいですか。はい、どうか質問ください。よろしいですか。はい、発表したいと思います。NHKさん、すいません、NHK の橋本と申します。はい、すみません、新型コロナの感染症患者、市内発生についてのことで、はい、ちょっと確認させていただきたいんですが、31例目の男性と32例目の女性は、家族ではない。家族というか、同居している家族ではありません。ではない、はい、あくまで職場関係者ということでは、濃厚接触者。はい。はい、すみません、ちょっと聞き漏らしてしまったので、2週間以内に県外に仕事で滞在したという方は、はい、32例目。31例目の行動歴6番によると思いますが。ああ、すみません、はい。で、31から32に感染したのではないかと。という我々は見ております。はい、わかりました、すみません。で、31例目の方は、まさにこの、県外での業務のときに、感染したことが、まあ、濃厚だろうというふうに考えております。はい、よろしいですか。はい。他質問ございますか。何ですか。二歩先。内容理解でも。内容は後なと。まあ、まず私が冒頭お話しした部分に関して、定例の部分はよろしいですか。はい、でその他の部分で福島民放の半沢です。はい、トリチウム処理水に関して伺います。はい、政府は間もなく処分方法を決定すると思われますけれども、市長これまで福島以外でと理解などおっしゃってきましたけれども、はい、改めて今の考えどう処分すべきかをお聞かせください。はい、まあ
政府から近く決定という話が出ています。で、私自身、まあ、これまで自分の考え示しているようにですね、これはいつまでも置いておけば当然これそれはそれで福島で不評になるんですよ。そういうものが置いてあるということでですね。でさらに置かれた地域からすればまさに自分のところにそういう人が嫌がるものがあるということですから、当然双葉大熊の皆さんには帰還とかそこで住むということの障害にもなりますし、それから廃炉産業のまた支障にもなり得るというふうにも思いますので、そういう点では私はいたずらに先送りすべきではないというふうに思います。しかし、まあ、今の現状を考えればですね、福島以外で放出することの検討議論が決定的に不足しているんじゃないかなというふうに思います。まあ、海洋放出をするにしても、あるいは、大気への放出にするにしてもですね、どこで放出すればどのように拡散してどのような影響が出るかというのは、まあ、やっぱり国は具体的に、まあ、国なりは当然でもいいんですけども、検討案を示さないとなかなか議論ができないんじゃないかなというふうに思います。で、今現在はですね、まあ、なんか東京電力が示した原発敷地内から海洋放出をした場合だけのシミュレーションが出てるだけなんですよ。私はこれはどういう意図なのかなとちょっと非常に首をかしげるんですけれども、まあやっぱりその辺にちょっと意図が見えすぎてるかなという感じがします。で、私自身はですね、まあ、これまでも主張したようにどの地域にも負担がかからないというか、あまり偏ってかからないような、領海内の遠い海域での放出というものを、まあ、主張してきたわけでありますけれども、まあ、それが困難ならばですね、やはりこれも4月の会見で申し上げましたけれども、福島第一原発 の、 発電によって受益を受けていた、地域をはじめですね、やっぱりこれ福島だけで負担するんじゃなくて全国で負担を分かち合うのが私は大事なんだろうというふうに思います。まあ、その点で大阪府の吉村知事がですね、大阪湾での放出の可能性について、まあ、言及されました。まあ、政治家として、被災地に寄り添って、まあ、覚悟を持った発言だなと思って敬意を表したいというふうに思っております。で、まあ、こういった発言があるわけなんで、まあ、国は大阪湾での放出についてもやっぱり具体的な検討をしていただきたいと思いますし、何よりも先ほど申し上げたように原発の受益地である、まあ、東京電力の管内でもですね、放出についても具体的に検討すべきだというふうに思います。まあ、とにかく福島はこれまで風評被害をはじめですね、多くの負担を背負ってまいりました。で、全国沿岸各県でですね、同じ放出量を放出しても多分福島にかかる風評被害というのは他より重くのしかかるんだと思うんですよね。で、まあ、その点ではぜひ福島以外での、放出についても、真剣に、取り組んでいただきたいというふうに思います。で、なんか報道によると、福島での放出のような前提で政府が進められるというお話でありますが、まあ、それならですね、私はまず、福島以外のところで試験放流と、それから風評対策の、試験的な対策を行ってどうなるかといったような実証試験というか、そういうのをぜひやっていただきたいなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。他、質問ございますか。じゃあどうぞ、読売さん。読売さんです。どっち？じゃあ司会者です。また早かったの。ごめんなさい。読売新聞の石田です。はい。どうも、福島市のいじめの関係でお伺いしたいと思います。先週金曜日に教育委員会の方で、第三者委員会である、いじめ問題対策委員会の専門部会での調査を実施されるということで、発表がありました。市長の方からは以前も
いじめに関して、今回の件に関してご発言をいただいておりますけれども、改めて今回の先生の結果を受けての一つの結果になるとか、この大学連載による調査の期待とか、そういったところをもしあればお伺いします。よろしくお願いします。はい、これは前の会見で申し上げましたけれども、新たな事実などを踏まえてですね、教育委員会として必要性を適切に検討した結果だというふうに受け止めております。まあ、第三者委員会ですから、まあ、特にあとこの場合は、特にこのお子さんが中学になって以降はですね、まあ、ちょっといろいろ所管の関係で本市の教育委員会はなかなかフォローしきれない実は体制になっておりますので、まあ、そういった部分も含めてですね、関係の方々から、幅広く、そして、調査にですね、いろんなお話を聞いたりして調査いただいて、事実関係を解明していただければということで私は期待しております。よろしいですか。はい、はい、どうぞ。読売新聞の小沼と申します。はい、先ほどの処理水の関係で、お伺いしたいんですけれども、県内の いろんな自治体さん、また以下県内のさまざまなその自治体や議会が、まあ、これに関して意見を表明してきた中で、県はその県として具体的な賛否を明らかにしてきていません。市長はこの県の態度についてどのようにお考えでしょうか。聞かせてください。県は県としてさまざまな状況を踏まえて判断した結果です。そのように受け止めております。はい、よろしい。質問ございますか。はい、徳さんお願いします。国信法の神田と申します。処理水の関係でですね、はい、要は県外、を含めてですね、議論してほしいというご意見だと思うんですけども、要は処理水の委員会でですね、要は県外に移送した場合にその漏れ出た時の影響とかを考えると、なかなかその現行のその法律上の問題とか、あるいは合意形成の問題でなかなかこれ難しいんじゃないかというような委員会での議論があったと思うんですけども、そういう、まあ、国側はそういうふうに言うと思うんですが、人としてはそういうその、部分に関してですね、どういうふうにこうお考えになってますか。私はそのあんまり専門にほどの知見はないんで、そこまで詳しいことは分かりませんが、移動層に伴うリスクがあるならば、保管するリスクもあるわけであって、リスクは免れきれないですよね。それから、私はぜひ皆さんにもご承知をいただきたいと思うんですが、この原発のさまざまな問題に関してはですね、特に除染廃棄物、除染をした土壌とかですね、これは中間貯蔵施設に今、運び込んでいるわけですが、これを法律では、福島県外に30年以内で、最初処分をするということになっているわけです。もうあと25年もない状況なんですね。で、私自身はその今回の処理水よりはこちらの方が一方ではるかに難しいんだろうと思ってます。で、原発処理水ができなくてこれ本当にできるのかなと思っておりまして、その点ではぜひこういった課題があることも踏まえてですね、原発処理水に関しては県外での処理というものももっと真剣に検討いただきたいなと考えております。大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。他は大丈夫ですか。はい、それでは質問が内容ですので以上にしまして10月定例記者会見終了いたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。